1920年ウィソン大統領の提案に従って国際連盟が発足しましたが、アメリカは国内の反対で参加しませんでした。ウィルソン大統領、民主党、国内の議会、共和党が優勢でした。それで反対されちゃいました。国際連盟本部の事務局次長にはニトベ・イナゾが選ばれました。